ユダヤ族州、ユダヤ族州、現代、ヘブライ語、フーダ、は、現代のパレスチナとイスラエルにあたる地区に、設置されていたローマ帝国の属州である。名称は、紀元前6世紀に存在した、ユダ王国にちなむ。なお、ラテン語の原音表記による、ユダヤ族州とも称される。ユダ王国の後、この地域は、シンバビロニア,アケメネス朝、セレウコス町及び、 プトレマイオス朝、ハスモンアサの支配を受けてきた。第三次、ミトリダテス戦争における、ローマの勝利、紀元前63年以降、ローマはこの地域に干渉を始め、紀元前一世紀に、ハスモンアサが、ローマの保護国、クリエンテスとなり、やがて、ローマ帝国の属州となった。ユダヤ属州では、3回の大きな内乱が発生した。第一次ユダヤ戦争、 66年から70年、ヒトス戦争、115年から117年、バル国場の乱、132年から135年、である、バル国場の乱の後に、俗集名が、シリア・パレスティナに改名された。共和制ローマによる、この地域の干渉は、紀元前63年に、第三次、ミトリガテス戦争が終結し、 ローマがシュリア属州を設立した時に始まった。この戦争でミトリダティス六世王にヨークポントス王国は敗北し、ローマのグナイウス・ポンペイウスはローマの東方地域の支配を確実にするためにシュリアに残った。当時のユダヤ地方は不安定だった。ハスモノサが支配していたが、女王サルメ・アレクサンドラが亡くなったばかりで、その息子ヒュルカノスにせい。 アリストブロス二世は反目して内戦場だった。紀元前六十三年、アリストブロス二世はエルサレムにおいてニーヒルカノス二世の軍に包囲された。アリストブロスは、ポンペイウスからこの地域を任されているマルクス・アエミリウス・スウルスに施設を送り、大量の贈り物を持たせて助力を願った。ポンペイウスは、この要請に応えて彼を救出した。しかし、 後になって、アリストブロスはスカウルスを強奪したと訴えたため、スカウルスの義理の兄弟だったポンペイウスは、その報復として、ヒュルカノスの方を国王及び大祭司として認めた。ポンペイウスがユリウスカイサルに敗れると、ヒュルカノスに代わってその武将、アンティパトロスが後を継ぎ、ローマによるユダヤ支配体制の初代長官となった。紀元前57年から、 紀元前55年の間に、シュリア族衆総督、アウルス・ガビニウスは、ハスモンアサの領域を分割し、ガリラヤと5つの自治組織、サンヘドリンを持つサマリアユダヤを設置した。紀元前44年に、カエサルが殺され、同じくアンティパトロスも殺された。紀元前40年に、アンティパトロスの息子で、エドム人のヘロデ大王が、ローマの元老院から、 ユダヤ王と公認された。ヘロデは、紀元前37年に、ユダヤの軍隊を掌握し、ハスモンアサの血を引く者を抹殺した。またヘロデは、大きな港湾都市、カイサリアを建設した。ヘロデは、紀元前4年に死去し、王国は、ヘロデの息子たちに受け継がれて4分割統治、テトラルケアされた。ヘロデの息子の一人、ヘロデ・アルケラス。 ユダヤ支配で失勢を重ね、住民の訴えを受けたローマ皇帝アウグスティスによって6年に解任された。別の息子ヘロデアンティパスは、ガリラエ及びペレアの文法領土を紀元前4年から39年まで支配し続けた。6年にユダヤ、ジュデア、サマリア、イドミアを合わせた広い地域がユダヤ属州となった。ガリラヤ・ゴラン高原、ペレア、デカポリスなどは、 ロードから除外された。州都はカイサリアだった。シュリア属州総督となったクイリニウスは、ユダヤ属州に課税するために、初めての国政調査を実施した。この時には、熱心党、ゼロテ党による抵抗運動が起こった。ユダヤ属州は、ローマ帝国から見ると、収入こそ少なかったが、アエリプス、エジプトに至る陸路を確保し、パルテアに対して、 国境を守る、軍事的に重要な属州だった。そこで、通常の元老院属州は、元老院階級である、プロコンスルや、プロプラエトルが、属州総督を務めたが、ユダヤ属州の長官は珍しく騎士階級、エク・イテスが務めた。そんな長官の中では、イエス・キリストの処刑に関係したとして、新約聖書に登場するポンティウス・ピラトス、ポンテオ・ピラト、在任。 二十六年から三十六年が有名である。同じく新約聖書に登場するカイアファは、ヘロデ神殿、第二神殿の大祭司である。カイアファは十八年に、長官、ワレリウス・グラトシタに任命されたが、二人とも三十六年にシュリア総督、ルキウス・イテリウスに解任された。十一年から十四年の間に、ヘロデ・アグリッパ一世は、ローマ皇帝カリグラから、 ユダヤ王の位を認められ、ユダヤ属州は以前の自治権を取り戻した。アグリッパ一世が死ぬと、属州統治は一時的にローマ直轄となったが、四十八年にアグリッパ一世の息子アグリッパ二世の元に戻った。しかし同時に、ローマから派遣される長官、プロクラトルも存在し、秩序の維持と税収等を監督していた。アグリッパ二世が死去すると、七代続いた。 ヘロデ王朝は終わり、ユダヤ属州は、ローマ帝国の直轄となった。ユダヤ属州では、何度か、ローマ帝国支配に対する反乱が起き、その中でも三度の大きな反乱があった。バルコクバの乱を鎮圧したローマ皇帝ハドリアヌスは、長い歴史を通じてこの地域に染みついた、ユダヤ色を払拭したいと考えて、ユダヤ属州の名前を、シリア・パレスティナに改名し、エルサレムを、 アエリアカピトリナと解明した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。